はい、ただいま。聞こえるかな？家帰りました。どうも。お疲れ様でございます。どうもどうも。はい、ワード2。千代いらっしゃい。はい、ワード2。はい、ワード2。お、イブサムネ変えた？うん。おい、パーコいらっしゃい。いろいろ教えてくれてありがとうね、パーコ。新しいフォロワーさん、カイチさん、カカオさん、ロコちゃん、モモンガ、ユナ、チャポ、ソララさん、フォローありがとう。ありがとう。はい、古代さんワード2、いらっしゃい。楽しんでいってください。疲れたわ。指ボロボロ。久々ギター弾いたの楽しかったけどね。おい、こんばんは。あやかいらっしゃい。夜更かしだね、みんなね。夜遅くまで起きてますね。作詞しないとな。なんかさ、アスク FM 公開してからかなり問い合わせが来てんだよね。アスク FM すごいよ。なんか質問が結構来てる。フォロワー数も11人増えてるし。聞いてるの見切れんかった。どういうこと？見切れんって。最後まで見れなかったってこと？結構まあ練習になったかな。なんか F を明日までになんとかすれば大丈夫かなとか思ってる。まあ1分ぐらいの曲だから、うん、F 入れるか入れないか迷ったんだけど、やっぱ F って結構重要なコードなんだよ。音的に言うと。なんか結構多用するコードなんだよね。なんであんな難しいコードにしたのかわかんないけど。ワード2、クワッドいらっしゃい。クワッド何？さっきのなんかのんたんが言ってた誰だか分かってないなっていうのどういうこと？ちょっとよく分かってなかったんだけど、なんかクワッドが言いたいことがなかなか伝わんなかったんだよね。どういうこと？誰か分かってないっていうの、何の会話だったのあれは。ふわっすっていうの。四つ目速報さんいらっしゃい。なに、ふわっすって何？のんたん、ミロ作るときさ、透明のでっかいやつで作って。で、ミロ多めで。いや、氷とか入れなくていい。え？今作ってほしい。うん。ふわっすじゃない？挨拶って、ふわっすって言うんだ。知らなかったわ。初めて聞いたけど。
うん。そうなんだ。なるほどね。なるほど。いやいや、こっちの話。はい、ワード2、小麦さんいらっしゃい。なるほど。そういうことか。え？言えないよ。匿名で個人的に言ってるから。あ、この人だね。彼女には見せていいと思う。この人。わかんない。言うなっつってんの。ここ隠してんのから。うん。いい、いい、大丈夫。昔からお世話になってる人。うん。うん、六角レンズで多分直せると思うんだよな。あの、ペグじゃなくて、ネックの反りって六角レンズでいけますよね。Hey guys. Hi. What's your name? I'm Wado. Nice to meet you. My name is Wado. What's your name? パーコ、いけるよね。よく学生の頃、あれはいじるなとか言われてたね。あれは素人じゃ無理とか言ってて、うん、なんかね、反っちゃってるんだよね。六角レンチがあるかな。なんか本当はあれなんだよね、湿度上げて木柔らかくしてからやんないといけないんだよね。 2,3 日かけて。 He is Wado. My name is Wado.I'm Lily. Your name? You're Lily? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. From Tokyo. Where are you? Where are you?、そうそう、適度な湿度。そうだよね。木柔らなくしないとね。Thank you, Lily. Wow, good. I'm Israel. Oh, Israel. Really? Really? Oh, I'm very like Israel. I like.イスラエルの人がふわっち見てるって本当かな。なんか信じらんねえよな。本当かよっていう。絶対考えられないな。英語だし、あ、でもね、アラビア語なんだよ、コテハンが。だから本当っぽいんだよね。イスラエル行きたいよね。Amazing, good. I wanna go to Tokyo for study Japanese. For study ってどういう意味だろう。Japanese. For study ってどういう意味だろうな。Just a moment, please. Just a moment. 翻訳。
勉強のため日本語。おお、ナイスナイス。OK、study Japanese。うん。東京行きたい。カモン。ぜひ。Welcome to Japan。うん。Welcome。Lily Welcome。何？うん。But I can eat sushi and sashimi。うーん、ちょっと待ってね。嫌いなのかな。うん、刺身が嫌いってことかな。うん。寿司屋さんで食べることができません。あ、OK OK。ハラール？ハラールかな。ハラール？宗教上の理由で？You are。多分宗教上の理由だね。イスラム教、イスラム教って何て言えばいいんだろう。OK、ハラールかな。うん。You are Islam? You are Islam? ハラール？ハラールだったと思ったけどね。食べられないんだよね、多分。うん。OK, OK。うん。多分ね、イスラム教は宗教上ハラールとかあって、食べられないはずなんだよ。うん。イスラム教の、ワドさん相手にしてよ。そうだね。普通にコメントしてくれたら普通に対応するよ。人工知能怖い。アラビア語って不思議だよね。文字が魅力的。もともと、その、クラーン、コーラン、日本人ではコーランって言うんだけど、クラーンっていうのね、向こうでは。クラーンっていうのは、文字が話せなかった預言者が文字を書いたって言われる。だから奇跡だって言われてるの。うん。だからクラーンは、コーランは、その、翻訳したらダメなんですよ。うん。うん。No, I'm, ちょっと待ってね。No, I'm, イスラエル。イスラエル、あ？珍しいな。イスラエルに住んで違うのかな？うん、いや、私、カトリック。多くのヒービーバーイスラエルにイスラム教徒。あ、いや、オッケーオッケー。あ、珍しいね。うん。珍しいね。要はカトリック。あー。うん、珍しいね。うん。カトリック。まあ、イスラム教はユダヤ、キリスト、イスラムだから、三つあるから、まあ、珍しくない。うん。うん。じゃあ、宗教上の理由じゃないんだね。うん。リリーは。KP、のんたんが作ってくれた。KP。ミロです、ミロ。美味しい、麦芽ね。日本にもイスラム教っているの？会ったことないな。あのね、イスラム教徒は多分何千人とかしかいない。Thank you, ワード。Thank you。I'm spot, spot, ちょっと待ってね。リリーいいやつそうだな。ありがとう、ワド。私は今、アカウント、UR アカウントサポートしてます。次回、会いましょう。OK, OK! Welcome, welcome! あ、リリー、Twitter アカウント。なんて言えばいいんだろう。Wait, please. Wait, please.うん。ツイッター。Are you doing Twitter? リリー、リリー。Are you doing Twitter? はい、鋼のドブネズミさんいらっしゃい。
Are you doing Twitter? リリーって名前からして素敵。なんかイケメンっぽいよね。Yes, I have, okay. I gonna follow you Twitter. Okay, follow back. Follow back. うん。リリー、リリーアカウント、フォロー。I'm, うん。I have, なんて読むんだろう。I have difficulty in English. ちょっと待って。I have difficulty in English. Okay, lady. I have difficulty in English. Bye.My best Japanese friend, Wado. Me too. Me too. Thank you. Thank you, Lily. I'm URL. URL. ちょっと待ってね。Lily, wait, please. よいしょ。Lily, wait. Please.バイって言っちゃったのね。my Twitter, Twitter account. Follow me. I follow back. Thank you, Lily. まあ、こんな感じかな。フォロバするのは私はフォロバされないのに、イスラエル人には。やっぱほら、国際人だからね、俺。国際人だから。we just, okay, wait. we right?I'm Twitter. Follow me. Follow back. Follow back. Sorry. 英語がいい。little English. 中学生の英語の知識でも大体理解できるものは自分で感心した。俺、アメリカ留学行った時もこんな感じだったよ。明日がいらっしゃいわ、ワード2。okay, thank you. thank you. 文字でやりとりしよう。Twitter? Japanese, Japan, Israel? 交流ってなんて言うんだろう。いいね。まあ友達はいっぱいいた方が楽しいよ。神対応。前ね、前に、フランス人のリスナーさんもいて、スカイプとかやってて、その子はタニアって言うんだけど、その子も結構、ジャパンの文化、クールジャパンって言って、アニメーションであったりとか、そういうのがすごい好きで、で、勉強したいって。日本語って応用力がないんだよ。フランス語とかドイツ語とかさ、英語とかって、その、文法が一緒だから、単語を覚えていけばいいんだよね。要は大阪弁みたいな、方言みたいな感じだから。でも日本語って特殊な言語だから、本当ガラパゴス化してるんだよ。だ日本語を覚えるってね、結構ね、1億人としか喋れないし、結構ハードル高いんだよね。ハードルがすごい高い。ただまあ、リリーからフォローなかなかされないんだけどね。リリーはフォローしてくんないのかな。リリーからフォロー来ないね。イスラエルだって。イスラエルのリリーだって。あ、ノンタンだよ。ノンタン見てんの？ノンタンどこ？あ、いたいた。日本語は難しいね。アロピーいらっしゃい。うちしゃしだね、俺は。うちしゃし。48名さんいらっしゃい。楽しんでってください。木下優香に似てるかな。どれでこっち向いて。ちょっと出てきて、のんたん。YouTuber の木下優香。あー、
でも木下優香整形しまくってるけどね。木下優香の元の顔結構やばいの知ってる？すごい顔いじりまくってる。のんたは一応なんか整形顔だけど、整形は一回もしたことないらしいよ。写写しっていうのは寄り目のことを写写し、写しっていうのはこう離れてたり内に見てたり、目の筋肉がずれてその目が離れたり寄ったりする人を写しっていうんだよ。で内側に寄ってる人を写写しっていうの。うん。アロピーいらっしゃい、コメントありがとうね。来年からだね、リュウさん。うん。モンタンは顔一回もいじったことないって言ってたよ。整形成功例だよね。まあ木下はまああの整形成功してる方だと思うね。可愛くなったよね。整形失敗すると取り返しつかないからね。俺はエミさんは整形失敗だと思ってる、あれは。もともと可愛かったのに。もったいないよね。うん。あ、ネックの内側っすね。ギターのネックを力ずくで反らす。と同時に、あ、そうなんだ。同時に連中を締め込む。へぇー。力ずくで反らすんだ。回せばいいと思ってさ。うん。六角レンチが調整使えるとして、湿度その他を無視して。あ、そうなんだ。力ずくで反らした後レンジで締め込むんだ。北陸行くよ、行くよ。日本全国行く。うん。ああ、まあ、目寄ってるからね、俺。うん。目寄ってるし。これ子供の頃からなんだよ。うん。女の子だと可愛いんだけどね。男だと間抜けに見えるからね。ウルトラマンセブンとかよくバカにされたよ。歌詞できてないね。歌詞一緒に考えてよ。うん。オーマイノーリコー。オーマイノーリコーって何？あ、ノリコか。オーマイノーリコー、温めてあげよう。セブンより、後ろのキングスライム。セブンって何？タカさんいらっしゃい。セブン？あ、ツイッターフォローありがとうございます。もしよかったら、Facebook とかだったら、もし友達になりたい人いたら、Facebook 申請してくれたら、あれですよ。友達になりますよ。セブンって何？セブン。なんだ、セブンってなんだろう。何の話だろう。なんか Facebook 繋がりたい人います？すげえな、26件も申請来てんだけど。溜まりすぎ。Facebook が26件来てる。なんだろう。ウルトラマンセブンか。あ、そういうことか。なんかすげえ来てる。26件も来てるんだけど。なんだろうこれ。リスナーさんかな。今フォローバックしてます。すげえ溜まってる。ウルトラマンセブンか。Facebook 繋がりたい人いたらここに申請してください。これが僕のアカウントです。あとなんだろう、インスタグラムとかもやってますね。インスタグラムもフォローバックしてるんで、インスタやってる人は、ぜひぜひ。インスタグラムこっち。ツイッターは書いてあるもんね。
俺リアンくんさんこんばんは。コメントありがとう。楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。あ、来た来た。リアンイケメンじゃん。結構いかついなおい。あ、リアンじゃねえや、リリーいかついな。リリーめっちゃいかついわ。マー君の時から見てました。マー君、ここの放送で NG ワードなんで気をつけてください。あの、もう縁切ってるんで話す気ないですね、マー君のことは。うん。リアン君、ありがとう。うん。うん。マー君で結構ひどい目に遭ってるんで、もう関わりたくないですね、僕は。うん。ごめんね。うん。顔面複雑骨折してるからね。まだもう1年半ぐらい出てこないみたいよ。でもすごいね、ふわっちをさ、イスラエルの人が見つけるってすごくない？イスラエルの人、イスラエルでも流行ってんのかね？どうなんだろう？イスラエルでも流行ってんのかな？イスラエルの人がさっきコメント打ってて、で、なんか、ワードをすごい、2回くらい見てくれたのかな？What's your name？ って聞いたら、うん、リリーだっつって。で、クリスチャンらしいの。イスラエルに住んでるけど。うん。珍しいね、つって。で、日本語を勉強したいから、日本に行きたいんだって言って。うん。で、あ、繋がろうよ、みたいな。友達になろうぜ、つったら、You're best friend って、こう、なんか、日本人では一番の友達だ、みたいな感じよ。うん。ツイキャスにはイスラエルの人とかフランス人いる。フランスの人がね、結構やっぱ日本好きな人多いんだよ。で、フランス人って結構アメリカ嫌いなのね。フランスってほら、人権派だし、中立的な国だから、あと、イスラエルの移民が多いんだよ。イスラム教とかの。だから、まあ、フランスってそういう国なのね、もともと。まあ、ほら、革命を起こって、市民運動とかずっとやってた国だから。だからね、結構日本人、的な感覚に興味持つ人多いね。ただアメリカ嫌いが多いけどね。なんか日本に住んでるとさ、どうしてもアメリカっていうのが世界的に評価されてる国だと思われがちだけど、実はアメリカ嫌いっていう国すげえ多いんだよ。まあ戦争してるぐらいだからね。うん、どう考えてもその、イラク戦争とかおかしいとか。うん。だからフランス人はリテラシー高いよ、やっぱり。そうそう、日本の文化とか食文化とかアニメーションとか、なんかこう、あと、まあイスラム教の人とかよく言うのは、明治レボリューションとか学校で習うの。その、まあ後進国の中で、そのすげえ小さい島国だったのに世界と戦ったって言って、結構その途上国では、もう軽微な例だから、なんて言うんだろう、そう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 、そう、その人に似てる。うん、私も7歳から日本で育ち、日本に馴染んでます。え？リアンって外人なの？え、リアンって外人なの？あ、リアンって本名なんだ、じゃあ。マジか。え、どこ人なの？もともと。コロンビア？マジか。友達なろうよ。うん。あ、そうなんだ。え、コロンビアの文化とか全然日本に入ってきてないから、なんかいろいろ聞きたいな。リアンどこ住みなの？東京だったら一回飯食ってみたいかな。飯食おうよ。うん。ちょっとコロンビアの文化とかさ、教えてよ。のんたは調べてさ、かわいい。気のしたい。これ？あ、整形前。これもういじってるよ。これに似てるかなって言ってる。ちょっと映らないかな、うん。私は金沢か、
都内結構行く？あ、じゃあ全然来るとき連絡ちょうだいよ。金沢ってどこだっけ？金沢の福山。え、ちょっと待って、音が流れてるの聞こえない。何？石川県。石川県か、遠いな。おう。うん、あ、まあまあ、うん、でも、あん、うん。あー、でも似てるかもね、木下優香。うん。いやいや、顔いじんないでほしい、うん。そうそう、ここが変だよ、日本人も面白いし、やっぱコロンビアの文化とか知りたいんだよね。あ、そうなんだ。もし東京来たら一緒に飯食おうよ、マジで。うん、結構そう、あの、俺世界旅したいと思ってて、で、来年から旅配信やるから、コロンビアも行くことになるだろうから、いろいろ教えてほしい。のんちゃん美人だよね。俺が今まで付き合った、あ、そういうのは言わない方がいいね。うん。いや、俺が今まで付き合った彼女の中で一番美人って言おうとしたんだけど、付き合ってた人に失礼だなと思って。コロンビアあんまおすすめしない。まあ、よくフィリピンの友達とかブラジルの友達とかいたんだけど、やっぱ経験がすごいんだよ。なんか、俺成田だから、国際都市なの成田って空港があるから。ハーフとかすごい多いんだけど、なんか、太ももに銃弾の跡とかあったりとか、ナイフで刺された跡とかみんな平気であるんだよ。あの、一回その子供の頃に撃たれたとか、虐待で。あと、その、なんだろう、もう、常に民兵がいるとか、そういう状態で。うん、だから日本すげえいい国だって言うよね。まあ日本に住んでたらわかんないよね。治安が悪い。警察が犯罪組織に買収されてるんで、警察と強盗が来るとかザラ。だよね。日本の警察ってだからすごい優秀なんだよね、実は。まあそれでもだんだん、あの、なんだろう、ダメになってきてると思ってるけど、昔の方が良かったね、警察。でも日本もね、だんだん治安悪くなると思うよ。格差社会だから。海外ほどとは言わないけど。警察通もダメになってるね、だんだん。なに、リアンは日本人になったの？帰化したの？それとも、コロンビア国籍で、ハーフかな？リアンはどんな感じなんだろう？7歳の時から住んでるってことは、どうなんだろうな。興味あるな。財布落としたら交番に届け、ああ、それはすごい言うよね。あと、よく言われるのが外人さんに、ゴミが落ちてないのがやばいって言われる。とにかく綺麗っていう。うん。とにかく綺麗っていうのと、あと、そう、やっぱ交番物届くとか。ハーフじゃない。国籍は日本国籍取得中。おー、いいじゃん。いや、嬉しいわ。ありがとう、リアン。うん。いや、すごい。日本人としてすげー嬉しいよ、それは。うん。純粋なコロンビア人、日本人になるっていう決断をしてくれたんだよ。それはすごい嬉しいよ。ウェルカムだよ。本当に。日本を愛してくれてありがとう。うん。ユさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。お願いします。いいね。嬉しいね、日本人として。なかなか勇気いることだから。え？あやかロシア人なの？マジで言ってんの？思いっきり日本人顔だ？絶対嘘でしょ。エミちゃんおはよう。朝早いね。うん、初見さん、ユさんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでってください。ありがとう。あ、コッペから来たんだ。珍しいところから来たな。コッペと仲いいっすよ。コラボします。絶対嘘でしょ、あやか。思いっきり日本人顔じゃん。うん、ミロうまいね、のんた。え？ちょっと待って。何？サムネに顔乗ってるから、うん。国際的に視野が広がるのは面白いですよね。ぜひ機会があれば。ありがとう。うん、私もコッペから。
ほっぺから来るんだ。ほっぺも偉くなったな、おい。ほっぺも偉くなったな。へぇー。ありがとう。もしよかったらフォローしてください。ほっぺとはもう古い付き合いなんで。仲いいっす。ギター直さないな。トーンホールの裏にねじ込みがあるタイプ。スーパーネックの場合も、やり方ほぼ一緒。気をつけたいのはレンチで、弦に傷がつきやすい。ほうほうほう。一旦弦に傷がつくと、切れやすくなる。そうっすね。緩めてからやろうかなと思って。レンチがあるかな。あー、フォローありがとうね、リアンくん。あー、ゆーちゃん、フォローありがとう。サンキュー。なんで同じ固定班の人がいるんだろうね。ゆって。二人いんのかな。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、リアンくんフォローありがとう。ユさんフォローありがとう。ユアットカスの上級者さんフォローありがとう。ありがとう。ギターのネック直すか、じゃあ。ちょっと待ってて。ギター持ってくる。六角レンチあるかな？ああ、また来て。あ、浮気相手が言うってことか、今。何やってんの、そこで。ウケるわ。超ウケる。アホだな。ゆは幼馴染。うん、よろしくね。なに、横山みどりの浮気相手が親友ってこと？どういうことだろう。六角レンチがなかったわ。ちゃんのことも答えてくれるの？いや、答えてるよ。彼女いますかっていうの質問があって、で、彼女いますよっていうの書いてるから、まあ答えられないのは答えられませんっていうから、別に普通に書いてくれたら、うん。ゆ、カスの上級者。カスの上級者、あ、これが友達ってことか。はい、ワード2、ユンさんいらっしゃい。ユが多いな。ユンとかユとかユが多いよ。ユばっかりじゃないかな、今日。いや、映った方が面白い。来て来て。来て。ユの名前に、
もっとこっち来なよ。こっち来る。顔アップにして。顔アップ。中ちゃんいらっしゃい。え？いや、アップにして。いや、いい日よ。すげえな。何染めるって。何やって、あ、何それ眉毛を染めるやつなの？眉毛の皮膚のところ。つばき鬼やっことか言われてるよ。あの染めるやつ。え、やめてよ、その眉毛でずっといんの？違う違う、これをピリって剥がすと、うん、染まるの。え、俺そんな眉毛の彼女嫌だよ。違う違う、染まるんだってば。何、染まるってそうなっちゃうんじゃないの？違う、これを剥がして、そうすると眉毛が染まるってこと？その皮膚が。え、やだよ、そんな眉毛の彼女。え、何？だってパラパラいって、うん、あの、糊みたいになってて、それを剥がすと薄く染まる。うん、あら、うん、かわいいすって剥がすのってみんな言って。眉毛ティントっていうの？ほら、何それ、よくわかんない。剥がすの？俺こんな眉毛の彼女嫌なんだけど。こないだすんほら、わざって書いてたじゃん。はい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 。はいはいはい。あ、もし質問がある方がいたらね、これ、AskFM っていうサイトなんでフォローしてください。一週間ぐらい取れちゃうんだ。それはそれでいいじゃないか。嫌でしょ、あんな眉毛した彼女。最悪だわ。あんな眉毛した彼女いらねえわ。モンタンはいるでしょ。どっちだよ。モンタンはいる。ただあの眉毛の彼女は嫌だ。眉毛がない人にはいいもん。あ、モンタン眉毛薄いからな。アマゾン。女子力上がってないでしょ、それ。本当に上がったの。うん、同じく思う。うん。ごめんごめん、のんたん、もういい加減に覚えた。俺ヘッドフォンしてるから、あの、聞こえないんだって。だから、こっち側に来て話しかけて。うん。普段そんな見ないんだけど、サオさんってヤクザそんな密接なんですか？そうですね。もともと、まあ、その、まあ、そうですね。密接ですね。はい。密接ですよ。お世話になったんで、僕も三社祭りの時にその筋の方々に、だいぶね、祭りの人たちで、その親方みたいな、そう、なんつうんだろう、うなちゃんマンのそのずっと面倒を見てた人がいて、で、その人はネット詳しくないんだよ。だからインターネットですごい有名って言ってもなかなか伝わらなくて、うん、ネット文化そのものが分かんない人で、うん、なんか結構大物とつながってますね。うん、だから、なんつうんだろう。その、うなちゃんマンがヤクザごとでトラブルになると、その人たちが結構助けてくれるみたいな。なんか結構、なんか、その人に、佐野ってやつ知ってるか、みたいになって、収めてくれるみたいな。ああ、ずっと面倒見てるよ、みたいな感じで。何言って。ネットで揉めてんだけど、みたいな。ああ、俺の本当の連れだからって。言って、なかったことになるみたいな。あ、そうだったんだ、ごめんね、みたいな。うん。だから、どちらかっていうと、その、そういう、うなちゃんマンの、その先輩だから結構年配の人が多いのよ。ネットとかわかんなくて。だから結構若いチンピラとかに絡まれてトラブルになるっていう。それで上層部の人が知り合いだから一言で終わらせてくれるみたいな。大体いつもそういう構図だよね。まあでも俺はほら、ヤクザ業界のことあんまりわかんないから、どれくらいすごい人なのかとかはわかんない。
まあつながりがあるのは事実だよ。まあリスナーさんでもね、結構ヤクザの人多いからね、俺のリスナーさんでも結構いるよ。だから一番最初のオフ会が面白くて、山口組稲川会、あとどこだっけ、どこだっけな、山口組稲川、あともう一個どこだったっけな、住吉か、山口稲川住吉の3人集まって仲良くなってたよ。うん、まあ、ここは和道の場だからもうこういう話やめましょうみたいな。あと一人右翼がいたね、右翼山口組なんだこのオフ会みたいな。うん、みんなモンモンの見せ合いとかしてたよ。ああ、いい炭っすねとか。うん、今は断ってるけどね。うん、俺はだけど正直なサウジャンマーは今までスネオ的立ち位置の人って見てた。あ、まあそういう芸風だよね。うん、芸風。今はもう全然、あの1回目のあのオフ会だったからもう3年ぐらい前のオフ会だね。今はもう断ってる。うん、クリーンにやってきたいんでっつって。ほらヤクザの上の方の人とかだとやることないから結構事務所とかでニコ生とか見てんだよ。時間的に余裕のある人が多いから金もあるしさ。歌詞考えないとね。どうしよう、歌詞考えるか。引退報道の詳細がいまいちわかんない。あれは誰かに詰められてるね、完全に。うん、引退したくてしたっていうニュアンスじゃなくて、言葉の節々にそういうのが入ってるね。あの要はもう詰められてやめるっていうのが伝わってる。俺なんてもういない方がいいんだよとかさ、迷惑かかるからさっていうことは、誰かに迷惑かけて引退するっていうことの裏返しじゃん。まあしばらく時間置かないと無理だろうね、復活は。うん、本人の意思じゃないだろうね、詰められまくったんだろうね、多分誰かに迷惑かけちゃったんでしょう。誰かを煽っちゃいけない人を煽っちゃったんじゃないかな、わかんないけど。はい、お疲れ。闇将軍もうダメだね、あいつ。闇将軍ダメだよ。私キャスミンなんでいまいちわからない。うん、モンタンもうすぐ撮るんじゃない、わかんない。今メイクやってるね、まだ撮らないって。昨日に限って花火られた。いや、もう先ないよ。アンチ増やしすぎ。もう忠告しても無駄。
全く成長してない。結局ね、ふわっちもヘイト集めて、ああいう売名の仕方一番嫌われるから。懲りてないわ。で、なんか500人集まったの自分の実力だと思ってて。で、結局、今日蓋開けてみたら60人しかアクティブないでしょ。バカじゃないの、本当に。俺とノンタンそれ見てて、あ、終わったねっていうか、全く変わってないねって言って。うん、もう、ふわっちでも嫌われるの確定した日だよ。闇将軍もう先がないと思う。あんだけ忠告したのに。まあ、ほっといていいんじゃない？要は人集めてアクティブが高かったら人気があるって勘違いしてるやつだから、減らって引退だよ。キャスで誕生した配信者よりニコ生の配信者の方が好き。だってさ、例えばリスワンっていうのがあるんだけど、リスワングランプリって言って、ふわっち、その、毎日ナンバーワン取った配信者を表彰するんですよ。で、先月の見てもらえればわかるけど、まず、金梅でしょ？つまにゃんでしょ？ランハゲでしょ？サメ島新八丁、うなちゃんまん、さとみ、みずにゃん、和道、石川のりゆき、関慎吾、竹本。もうこの辺全部、あれじゃん。ニコ生系じゃん。ニコ生の配信者がいかに他の配信よりズバ抜けてるかってわかるんだよね。あの、リスナーの目が超えてるから、トーク力が半端じゃん、鍛えられるんだよ。キャスはどちらかっていうと、そう、ぬるいっていうか、ニコ生で鍛えられた配信者の方がうまいよ、やっぱり、配信は。うん。だから、その、キャスの大手って言われてる人も、ほとんどがニコ生の大手だった人が移動しただけだから、うん。ニコ生でそこそこ鍛えられてるのは、配信者としてやっぱ強いよ。俺も3年間やってたから、まあ、わかる、それは。一番リスナーの、その、うるさいっていうのかな、客層がうるさいっていうの。目が肥えてる、耳が肥えてるって感じ。うん。ニコ生の方が安定感あるよ。だって、金梅さんなんかニコ生の全盛期の時なんか、今の100倍面白かったもん。余裕で面白かったよね、昔の方が。もう本当に毎回枠開いたら神回起こすんだもん。そんな配信者いないよ。外れ枠がなかったの。枠開いたらもう大爆笑。俺も腹抱えて笑ったもん。な、金梅さんはどちらかっていうと、その、ニコ生で撮ったコアファンをずっと維持してやってる感じだよね。だから、後から入ってきた昔の金梅さん知らないのはかわいそうだよ。アメリカーノとか最高だったよね。俺はストッキングが一番好きだけど。今の金梅さん見てらんないよね、俺らからすると。昔の金梅さん知ってる人からすると、ダメ。うん。こんなんで笑うんだ、今の若い子はって感じだよね。こんなのが面白いのかっていう。本当に100倍ぐらい面白かったよ、昔は。金梅さんすごかったよね。だって、しかも配信のキャリアそんな長くないよね。配信始めて半年ぐらいで大ブレイクしたもんね。もうずっと大手だもんね、そっから。一気に来たって感じだよね。何回番になってもすぐ、もう2万人ぐらいのコミュ、1週間ぐらいで作るみたいな。だいぶ丸くなったっつうか、スタイルが全然違うよね。屋台横丁買って真似して焼肉とかしてた。屋台横丁のだって、ちょっと待って。なんか俺、後ろになんか、妹みたいなのがいるんだけど。写真撮っていい？ちょっとこっち来て。そこ立って。そこ来て、そこ。もう面白すぎるから。早く。それ聞こえないんだって。ボソボソ喋っても。うん。のんたんちゃんじゃなくて、のんちゃんでもいいんだよ。のんたんかのんちゃんって呼ばれてるから。のんたん？俺はのんたんって呼んでるけど。のんちゃんでも全然いいんだよ。みんなのんちゃんって呼んでるから。こっち、もうちょいこっち。この辺来て、こっち来てって、寄ってって。
そう。ツイッターあげるわ。撮れた。可愛く。可愛くなんねえわ、こんなもん。無茶言うな。ノンタンって呼んでいいでしょ、全然。みんなノンタン、ノンタンって呼んでるよ。ツイッター見た、あ、もうアップした、アップした。ツイッターアップした。うん？暑いから触れないんだよね。こんな感じ？どう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 ？ん？聞こえないんだって、だから。何？これくらいは？どう？保存した？顎のラインがすごく綺麗。いや、眉毛でこんな変わるんだね。びっくりするよね。え？わかんないけど。これペリペリ剥がれんの？剥がしてみろ。乾いてないか。聞こえないって何か言ってんだよ。一晩ぐらい置かないとダメかも、ね、うん、一晩置かないでしょ。10分ぐらいってみんな言ってたよ。俺はほら化粧品のことわかんないから、ワン太郎配信から浮気してこんにちは。あ、いらっしゃい。ワン太郎より面白い和道です。楽しんでってください。ワン太郎今日ネタ何やってんだろう。ワン太郎見てみようか。なんか物が増えてんな。のりこさん眉毛油性マジックですか。いや、なんかそういうメイクなんだって。なんかタトゥーみたいな、よくわかんないんだけど。もう剥がしたね。あ、染まったかもね。濃くなってるよ。だったらなんてそれくらいでいいよ。ノンタン、普段すっぴんが多いけど、たまにメイクするよ。昨日はメイクしてたし、昨日の配信は。でも全然元が綺麗だからね。今日メイク、口紅と、ファンデ。コンシーラーがわかんねえな。隠してんの？なんか体調悪いな、今日。気持ち悪い。あー、わかるかもね。言うっぽいかもね。うん。あ、喋りは言うっぽいかもね、確かに。うん。うん。誰に似てんだろう。さっき誰、木下優香って言われてた。
まあ美人だよね。あ、何？整形してると動かないの？へえ。美人裏山。いや、俺のんたん顔整ってるなって気づいたら3日前ぐらいだよ。仮想研の女？仮想研の女ってなんだ？ふわっちお初、トモさんいらっしゃい。ニコ生から見てましたよ。おー、フォローありがとう。あ、フォローしてください。コメントありがとう。仮想研の女。なんだっけ、この人。なんて名前だっけな。あ、ちょっと目元が似てるかもね。なんだっけ、この女優さん。うん、昔からいるよね。あれ、違うな。この人知らないわ、俺。うん。徳座さんいらっしゃい。沢口康子。沢口康子。もう放送してるよ。あー、まあまあ、わかるかもしれない。ちょっと違うかな。目がこういう感じだけどね。若い頃美人だったので、まあ、今でも綺麗だろうけど、おばさんって感じ。すごい綺麗。ああ、なんだろう、気持ち悪いな、ちょっと。あ、クリスさん冷えちゃった。体調悪い。かっこいい系美人。なんだろうな、過呼吸を起こしそう。薬飲んだ方がいいかな。あ、ごめん、大丈夫。さあ、押さえといて。なんでだろう。いや、わかんない。たまになんだよね。なんか酸素が足りなくなってく感じ。めまいがずっとしてるみたいな。呼吸起こすな、これ。手がしびれてきた。どこだっけな。カルシオンは睡眠薬だから、床に転がってる鉄の缶持ってきてくんない？あの、薬の。よくわかる。いらない。なんだろう。ありがとう。まだ開けた方がいいんで。
ちょっとろれつ回んなくなるかもしんないけどごめんね。旅するよ。薬リスペリドンっていう頓服薬ですね。ろれつ回んなくなったらごめんね。なんでだろう。うん。うん。悪いね、みんな心配かけて。音楽変えよう。ちょっと待って、うん、頭痛くなるこの音楽。癒し系の音楽に変えるわ。うん、大丈夫大丈夫。もうちょっと待ってて、5分ぐらい待ってて。うん。あ、アトピーか。うん。ダメだったら配信切るから。半年に1回ぐらいなるんだよね。ありがとう。向こう行ってハウスダスト。あ、小谷さんありがとう。
ちょっと休憩するわ、ごめん。ちょっと横になるわ。うん。また後で枠開くわ。みんなもごめんね。お疲れ。ごめんね。ありがとうございます。ちょっと体調悪いんで、後で放送します。うん、みんなありがとう。お疲れ様。うん、また見に来て。ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。